はい、今日は、残酷な天使のせいでですね、まあ、かなり簡単バージョンの感想2番ですね、練習方法をお話していきます。こっちを右手だと思ってください。右手右足を交互にするだけです。で、足からスタートします。足って、まあ、これ練習方法なんですけど、家でもできる練習方法です。もうこれだけ練習すれば大丈夫です。あの、ぜひ一緒にやってもらうと分かるんですけども、気づくとこうなってる人多いです。でも同時なんですね。これ交互で足って足って、たかがこれだけなんですけど、なぜかできないっていうのはほとんどです。今ね、同時になってる、それこれなんで、ももが上がってる時に叩くはずだ。こういう感じ、大げさとこういう感じですね。なんで、こう同時にこうなっちゃうとダメです。こういう感じです。これなら大丈夫です。で、速くなると難易度は高くなります。で、実際はこのくらいですね。タッと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 、これを長くできるようにぜひ練習してみてください。もうこの練習はやればやるほど上手になるんですが、やらなければ一向に上達しません。はい、なんで、ここで天才的な才能を発揮した人はほとんどいないです。みんな地道な努力しか、ないので、ぜひ頑張ってください。以上です。じゃあボタン押してください。